匂いがねすごく気持ちいい。これをのんびりとこ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 ね走っていく。もう誰もいない、誰もいないよ。めちゃくちゃいいんだよ、行楽シーズン。ほんと行楽だよねこれね。皆さんおはようございます、アンキュルです。今日もね、ええ天気です。ええ天気というよりもあまりにも良すぎて暑すぎでおます。ということでね、今日はね多分33度から35度ぐらいまで上がるという話なので、もう早々にね、街中を出てきまして、山の方に来ております。ほらね、山はさめっちゃ青いよね。だいたい10度近く違うよね。24、5度。すっげえ気持ちいいです。今名倉の道の駅からですね、ちょっと奥の方に今入って、走行しております。左手の山がね、茶臼山なんですけれども、うん、もう今日はね、もう家にいてもね、もうただクソ暑いだけなので、ね、この山の方に来て、高原でね、ゆっくりのんびりしようかなと思っております。お、虫が飛んできております。ですからね、うん、お昼はね、まあラーツじゃないですけれども、カップ麺かなんか家にあったので、そいつを持ってきてですね、ガスをねプシュッとこうお湯沸かして、コーヒーなんぞ飲んでみようかなと思っております。もう大して中身は全然ないんですが、もう秘書です。もう本当ね、今週暑いんすよ。今週というか、昨日は割と涼しかったんですけど、今日からめっちゃ暑くなります。ですので、家でね、エアコンガンガン効かして、ね、テレビ見てるのもしょうがないので、どうせならね、お金も使わず、まあ、なるべくね、使わず、涼しんでみようかなと思うことで、今日は、茶臼山のね、ところでちょっとね、コーヒー飲んでラーメン食って大福でも食ってのんびり帰ろうかなと思うツーリングであります。中身すっかすかです。すっかすかのツーリングです。もうね、ただね、ただすぐそばの山の上行ってもしょうがないので、ちょっと遠回りをしながら茶臼山の上に上がってみようかなと思っておりますね。ここのね、前回何度か通ったことのある笹暮街道ね、あそこがめっちゃ気持ちいいので、あそこを通りながら、もうちょっとまた奥の方に行ってからね、東栄町の方に行って、それから茶臼山に上がって、今から2時間ぐらいかけてね、遠回りをしながら行ってみようかなと思っております。もうじきね、笹暮街道が多分そこら辺にあるんですけれどもね。ここのね、この山道、これが気持ちいいんすよ。本当、笹暮ともみじ街道が一緒になってるのね。
やさぐれじゃないですよ、ささぐれ。あれ、なんか看板がパタッと倒れてたね。通行止めとかそんなことじゃないよね。ね、写真撮りたいよね。なんかここら辺でちょっと止まってみっか。人がね、一生懸命草刈ってくれてるからありがたいですね。うん、おー、綺麗、高い山。崖崩れないよね。かなバイクでね。えいつもね、美ヶ原のあの高原美術館のとこかな、あそこまでは行くんだけど、あの先っちょをその先から行ったことがないんだよね。いつもなんか通行止めっぽくてね、そのまんま行っちゃそのまんま帰ってきたりしてたから、もう少し先をね、いろんなところ回ってみたいなと思います。かなり時間がかかりそうだから、なんか泊まりでね、泊ぐらいしてね、いろんなところ回ってみたいよね。で、毎年思ってるんだけどね、一回も行けてないんだけど、ここを左に折れて山沿いを走ることになります。うん、豊根427。え、いきなり狭くなるの？なんか心細くなってきたけど、いいのかな。今までの爽快な気分からいきなり不安になってきたんだけど、しばらく、こういうサバイバルロードを走ることになるかなと思います。イエー、対向車来ないでね。
茶臼山のてっぺんに来ましたぞ。これどっちかな。あれはあっちか。これはこっちかな。あら、臨時休業。オーマイガー、臨時休業なんてあんの。山が臨時休業ですか。ということはリフトはやってないっていうことだね。今日は草刈り日ですな。はい、いつもの茶臼山。あそこでハンモックで寝たかったぐらいだな。ね、多分25度ぐらいかな。ほんと涼しい半日でありました。多分ね、25度だね、ここの表示としては。ということで今日はですね、クソ暑い街中35度もありそうなところを飛び出してきて、茶臼山高原にやってまったりしておりました。本当にね、涼しい限りであります。多分この調子こいて帰るとめっちゃクソ暑いんだろうなとか思いながらね、25度の世界から35度の世界へ戻ると思いますか。今日は本当にね、のんびりゆったりしておりました。では本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。バイバイ、イエーイ、バイ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 。草刈りでね、本当にね、緑の匂いが、もうここら辺すっげえ冷たい、エアコンのね、冷たさと全然違いますね。